ウラライフ、あなたの思い出見せてください。この番組は調査員が思い出に残る写真を拝見し、当時のエピソードに花を咲かせる青春解雇型トークバラエティです。今回はいつもと少し趣向を変えて、あわら温泉街の白和荘で行われたあわら小学校の同窓会にお邪魔します。この日集まったのは昭和46年の卒業生。今年還暦という節目を迎えるということで、あわら市在住の方はもちろん、県外に出られた方まで大勢の参加者が集まりました。全員揃ったところで、まずは記念撮影。久しぶりに会う同窓生の懐かしい顔に、皆さん頬が緩みっぱなしですね。記念撮影を終えると、いよいよ宴会がスタート。あちこちで懐かしい思い出話に花を咲かせているようです。せっかくなので卒業アルバムを拝見しながら、皆さんの当時のお話を聞かせてもらいましょう。それでは、あなたの思い出の写真見せてください。お邪魔します。ちょっとお伺いしてもいいですか？懐かしいお写真を。こちらにいらっしゃいますか？はい、そうです。あ、先生のことは覚えてらっしゃいます？覚えてる覚えてる。どんな先生でした？怖かった怖かったけど楽しい先生。今やったら絶対ね、体罰って言われるのは平気ですもんね。僕がね、あの学校で先生に殴られて顔腫らしてしまう。で、親に反対を殴られるの。反対殴られて顔がこんなになって、夜の8時9時にここつままれて、先生の家まで土下座しに謝りに行った、それが当たり前の時代。先生はなやぶらめったら、今みたいな若みたいな意地がなかったし、先生の家まで遊びに行ったのね、夏休みに。そうなんですか？先生はまきやって、自転車に乗ってみんなで行くから先生のところへ。スイカ割りしたり、そうめん食べたりして。これ肉味の集合写真ですけど、どちらにいらっしゃいますか？めっちゃ可愛い。あ、お隣にいらっしゃる方がこちらの方。あ、おー、あー、そうなんですね。学級委員長でした。そうなんですか？何して遊んだ？何して遊んだ？卓球とか。卓球、縄跳びとか。縄跳びね。冬は縄跳びやったな。ゴム縄跳びね。大縄？ゴム縄。ゴム縄、あの輪ゴムをこうつなげて引っ張って持って、おはぎがお嫁に行くときはとかやったよね。時代を感じる。行間体育っていうのがあって、行間体育、あのお昼ご飯前のちょうど真ん中の2時間目と3時間目が あって、その時間に運動するんだよね。あれが嫌いでね。どんな運動をしてたんですか？走らされたんですか？走ったり、とにかく走る。月に1回田んぼの中走るマラソン大会あったよね。大嫌いだよね。あ、この子。おー、この子ですね。こうですね。この子。あ、いたいたいた。どちらですか？やったか。おー、可愛らしい。やっちゃん可愛かったよね。やっちゃん可愛かったよな。生まれ言うたら内田ゆきやな。あ、すごいな。おしゃれな髪型してますよ。おいしいな。ねえ、クラブ活動とかはなんかされてました？クラブ活動
部。おお、なんか写真ありましたよ。機械体操部。機械体操部。今はサッカー部。今サッカーされてるんですか。そう。今でもしてるよ。現役。だから若いんやわ。現役。機械体操部。アキアイ君どいた。これ。真ん中にいる。ああ、この。すぐ目だとこにいたよ。本当やね。何が得意だったんですか。何でも。本当ですか。すごい。遊ぶことは大好きね。遊ぶこと大好きで。遊ぶこと大好きな。懐かしいのこれ。ね。今日はどちらから来られました。福井に在住ですか。四国の。愛媛県に、はい。愛媛県から来られて。はい。大体5月の連休に娘たちを連れて帰ってくるんですけど、もう40年ぶりに。みんなに会えるっていうので帰ってきました。そうなんですね。お母さんどちらに移ってらっしゃるんですか。あ、都会ですか。おー、ね、かわいらしい。いや、おちびやったのだけは一緒ですけど。あ、そうなんですか。一番小さかったもんね。一番小さかったんですか。この頃好きだった子に会いたかったんですけど今日は来てないみたいな。そうなんですね。懐かしい。会いたかったんですけど今日は来れないみたいな。もういつどうなるかわからないので愛媛の友達にも行っておいでとみんなに会えるの最後かもしれんけん言ってできました。はい、やっぱでも久しぶりに会いに来てね皆さんに楽しくでよかったです。小学校1年生の時に大好きでした。告白タイムですか。告白タイム初めて告白したら覚えてないって言われた。弱ったな。私はこれです。一番上に。もう一回いいですか。まあ、特典の国産562の幽霊みたいな。幽霊みたいな。これ、俺ここに映ったら、あ、これ。え、違う。これや、これ。なんかこの時に恋煩いかなんかしてて、もう来れないって寂しいね。本当に。いや、ちょうどか。全員還暦を今度クリアしましたんで、その記念と思いまして、まあ、クラス会というですね、を催させてもらいました。主体となって、中心となって、準備をですね、なんか我々になると、生きた人生よりも残りの人生は間違いなく短いです。なんかやっといた方がいいかなと。なんか1名協力、2名協力してくれたらじゃあやろうかと。でもこんだけね、42名集まっていただいたんでありがたいですね。結構回ってるとありがとうありがとうっていうね話があったんで、まあ、また5年後に誰かがやってもらえばいいなって。でもすごいいい会だと思います。ありがとうございます、ね。素晴らしい思い出の数々ありがとうございました。今も写真の中で色褪せないあの頃の思い出エピソード、十人十色の人生模様、お見せください。あなただけの裏ライフ。それでは次回もお楽しみに。